お会いできて光栄です。ああなんだよ。こらこら。おやじ、俺は新進会の代表だ。俺が作った新進会だ。あらら。事情をお察し願いたい。空手家の命と言えるものまで奪われちまってるんだ。なあ。ここはオイラに譲りな。俺だ。裸だろ。オロチドッポ、またの名を虎殺し。あのスタイル。20年以上も昔、実話だったのかよ。ただでも絶滅が叫ばれる伝説とばかり思っていたあの逸話、虎殺し。そんなこんなで声高には語れなかった。動物保護団体の手前、社会教育指導者としての立場。